今回は、えーまあ、生徒さんのナンパの添削なんですけど、あのーまあ、勝負どころですね。女の子ってやっぱり男性を見て、まあ、優位性があって、そのあいいなって思ったら、まあ、本当にちゃんと男性が押しやすいように言葉出してきてくれるんですよ。この意識的、無意識的関係なく、あ違いはありますけど。で、我々男性はそこをしっかり汲み取ってあげて、ちゃんと。 流れに乗せてあげるかっていうところがまあポイントになるんです。うん。あそこに着目して聞いてもらえるとすごく学びが大きいと思いますので、ぜひ聞いてみてください。G パンクでドンキ店内の声かけですね。聞いていきましょう。あ、でえー、っとドンキ店内で、えー、商品をおつまみコーナーで棚を見てる女の子ですね。 で、それで、えっ、ー、と、ジーパンくんはとっさに、えー、おつまみのホタテの貝柱。を取って、ターゲットに見せながらっていうコンタクトですね。これ、おすすめです。あと、貝を聞いて、あ、ったりですね。<laughs> 何、今日、飲むあてです。 まず細かく区切って添削していきますね最初の入りの言葉いいですねあの入り方がいいですね、うん、最初あのアイテムで貝柱選んでるのが、まあ、僕は悪くないと思いますけど なんで貝柱なんだろうっていうのもちょっと相手も浮かびそうだし、まあ、悪かないと思いますね。うん。貝柱ってものすごいコラーゲン入ってるんですよ。いやもう本当に。お姉さんは必要ないと思うけど、もうお姉さんが貝柱のコラーゲン取ったら、もうね、張り裂けちゃうか。肌が。綺麗な肌が。 まあ、というようなものを、まあ、どっかに入れていくイメージがこの段階であってもいいのかなっていう。で、イメージ、あの、まあ、もちろん会話を作っていって、相手が喋り出してから入れる一つっていう感じだけど、こいつアホだなって思いながらも、なんか、 ちょっと褒められてるもんだからまんざらじゃないっていうユーモアを足していくときにまあ僕だったら多分そういうイメージがちょっとあるかなって感じですかね。うん。まあそこはもうプレイヤーが現場での脳内とのすり合わせっていうかどれぐらいイメージして余裕を持って遊んでるかっていう感じだよね。うん あそこのすり合わせをしてほしいですね。これ、おすすめです。で、会を聞いて、きったりですね。<laughs> 何、今日飲む当てです。あ、何しようかなって。あじゃあ。 梅食べてうん。彼女の場合だったら僕だったらよ現場で彼女だったらもちろんあの梅を使うっていうのは全然いいし返しもいいんだけど僕だったらいいあ梅にしようかなってうん声めっちゃ可愛いねうね、ん、って感じかな。ちょっと彼女の言い方を真似しながら 言い方っていうのはトーンね、イントネーションを真似しながら、声めっちゃかわいいね。うん。梅好きなのあ,あ、それでそんな声かわいくなんのかなっていう感じで、ちょっと縮ませていくあ。僕、このシチュエーションだったらやっぱりね、彼女、声ちょっと作ってるタイプですから、まあ、 声作ってるタイプっていうのはそこ褒められたらまあ嬉しいでしょうからね、うん、あ何にしようかなってああもうじゃ梅食べて飲んでさらにきれいう <laughs> <laughs> 適当、適当でした適当ここがこの適当でしたっていうのが違うんだよね あのここまでの流れは悪くないんですよね。あじゃあ、うめ食べて飲んで、さらに綺麗。じゃ本当本当もう綺麗だから、<laughs> うんもうさらに綺麗になっちゃうっていうそのまあ相手からするとまあニュアンスさ伝わってるのよね。褒めすぎのユーモアっていうものを、そこに対してもう一回かぶせる。 ここで適当って言っちゃうと、なんか全部嘘だよになっちゃうから、まあ本人自身も振り返ってさ、反省してるからいいんだけど、まあそこはやっぱりいらない言葉だよね。そういうのを変える変え <laughs>。適当、適当でした。<laughs> 適当で <laughs> 梅食べて飲,飲もうかな,みたいな感じ。 <laughs> 帰ろうかな <laughs>。帰っちゃう。帰って家飲みね。家飲み？家飲み？こんな綺麗なのに。だ宅飲みはね、家飲みは娘がやること。綺麗なお姉さんは綺麗なお店でみんなの前で飲まないと。うん。もう日本が沈没しちゃうから。ええ、日本沈没したらどうする？ 困るよね。うん。じゃあ、みんなの前で飲み行こう。うん。僕は、綺麗なお姉さんと飲めて、死ぬほど嬉しい。お姉さんは、ボランティア。<laughs> 僕が幸せになれる。<laughs> みんな喜みんなを喜ばせられる。うん。みんな、人を喜ばせるの嫌いっていうとこで良かったんじゃないかと。うん。 彼女はこの時点でもう結局こういう橋渡しってその要は家の家帰って家飲みっていうもうどう見ても押せよって言ってるような橋渡しっていうのはその男性が展開しやすい橋渡しって本当にいいなって思ってる相手にしか言わないからそこをやっぱりしっかり汲み取って でつまんでいってあげないとこ,うこれから今度まあ結局彼はさすがそこここから連れ出し持っていけてるんですがやっぱり人によってはなんかまどろっこしいなだるいなってなっちゃってまあぐだってしまうんですよね女の子ってやっぱいいなと思った感情って一瞬でしぼむからやっぱそこをしっかりつまんでってあげないとよくないですからで ーパンく君の固定観念として、彼、基本的に彼は、その上位のプレイヤーと比べても、実力が長いのね。だから、じゃ長いからいい、短いからいいってわけじゃないんだけど、多分、彼の中に、こう、女の子といっぱい話できれば、それがプラスになる、過程になると思ってるはずなのね。で、結論を先送り先送りにするんだよ。 だけど女性って基本的に潔いやつが好きなのねだからパンって潔く誘って一回断らせてでそっからまた楽しく粘ってで理由を与えていくっていうところをやっぱりよりコンパクトにコンパクトに作っていけた方が女性からすると間延びしないし何か急ぎがいい気持ちいいやつだなイコール、まあ、ちゃんとしてんだろうなモテてきただろうなっていうところが汲み取れるから。 そこ、を彼はどっちかというと上手くなってるんですよ。一個一個の会話スキルとかすごく上手くなってるんだけど、どうしても今一つ、この、ちょっとまどろっこしいひもて感っていうところから出せないのは、そこの潜在意識だと思うんですよね。だここなんかはもう完全に今のトークで持っていけるから、まあ、これ結局6分ぐらいかかって連れ出せてるんですけど、この段階でそこに持っていけないっていうのは、すごくもったいないかなっていう。 うん、せっかくすごくパーフェクトな入りしてるんですよ。めっちゃうまいんですよ。めっちゃいい入りしてるんですよ、本当に。うん、共有スペースのアプローチの入り方で理想形じゃないかなと思うぐらい自然な入りをされてる。うん、だからこそもったいないですよね。うん いや、今日記念に二人で飲みに行きました。<laughs> <の>何記念。何記念。梅記念。梅。<laughs> 梅を。うん、梅記念で。そうだよね。やっぱりそっちよりも、え、宅飲み、家飲み。ダメだよっていうふうにしてあげた方が、特別にも入れやすいし、流れ、会話の流れに。要は、じゃ、なんとか記念っていうよりも、作りやすいじゃない。 で、そっちの方が女の子も、こう、受け入れやすいじゃない。そこをやっぱり自然にしてほしいんだよね。こんなドンキ似合わないですよ。綺麗すぎて。<laughs> 持ってることころはここしかなかった <laughs> そういうこと。確かにそう。あ <laughs>、ここもやってるとこしか、ここしかなかった。あ、そうなの。じゃあ、俺、すっごいラッキーじゃん。 もうやってるとこはここしかないから今日お姉さんに会えたんだあ。もうドンキに感謝するわ。お姉さんとドンキに感謝します。うん、でも誘ってきゃいいんだよね <laughs>、うん。だここはやっぱりまあでもさっきのとことやっぱり同じアドバイスになるよね。 うん、だからその前のところがやっぱできたらここもできるはずなのよね。うん、そこやっぱ直していかないとね、うん。ベースはすっごい上手いと思うし、最初の入りなんかは本当にみんな参考にしていいと思うよ、これは。うん、昔の声かけからすると本当に上手くなったと思うね。ここはねだからその分本当はやっぱしつこいけど、途中の

うういうことメ <laughs> 好きな、ね、じゃあ俺こっち買うからじゃあ一緒に梅 <laughs> 梅交換しながらどっかで飲もうよ <laughs> あ俺も一緒一緒もうベロベロ <laughs> 100円でベロっちゃう <laughs> 具合ど士し

いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こちらのレジはレジでも大丈夫なので。あ、じゃあい,い,はいいよ。今日、うん。今日は今日、今日はあの俺が、し <laughs> <laughs> うん。俺が声かけたから。お願いします。このままで。はい。<ペー>あ、ごめん。<ペー>袋一つお願いします。<ペー>はい。うん、まあこのままレジのの何でそのまま誘っていくんだけども、この時間すらいらないからね。やっぱり前を抑えたら。 うん。うん。やっぱりそこだよね。絶対こぼしちゃいけないとこだもんね。うん。ただ一応その、誘わなきゃいけないとこでちゃんと誘えてるじゃん。だそれをもっとこう線にしようぜっていうアドバイスだよね。 だからベーシックなところはもう分かってるから、これは決して基本的な人、処方的な人へのアドバイスじゃなくって、もっともっとブラッシュアップする、しなきゃいけないよっていう。もっと美しくしなきゃいけないよっていう。そうしたら女の子もの乗りやすいから、うーん。彼女は多分これレジに並んで買ってる間にこれいるのかって、その時間いるのかって思ってたと思うよ。うん。で、それはなぜそう生まれたかっていうと、 欲しいんだよね。彼のね、失敗したくないっていう守りに入っちゃうとことかあ、ここっていうところのパスをしっかりシュート決めないっていう、ボール回ししちゃうとこ。そこが、まあ昔よりかは断然良くなってるけど、やっぱまだまだストライカーではないね。ストライカーになんなきゃいけないよね。うん。いや、これはでも、入りもやっぱりすごく上手ですし、入りがとにかく上手だね。そこはみんな真似ていいんじゃないかな。 うん、でそこがうまいだけに悪いところってすごくこうやって浮き彫りになるんだよね。でやっぱりこうコミュニケーションってうまくいったから結果がうまくいったから OK 悪かったから OK じゃなくってやっぱこういうふうにこう欠落点を見いだしてより修正していくことで次もっと上手くなるからでそうするとやっぱり女の子の気持ちって高いところで。 そのまま連れ出したりとか、次のステージに行けるから、そうするとやっぱりクロージングもついてくるから。うん。修正してほしいですね。はい。勇気を持ってね。うん。はい。今回の動画でお話しした通りですね。あなたに一つ覚えて,おいてほしいのは、女性感情ってほんと一瞬なんですよ。その時にククって上がったら、その上がった気持ちよさとか雰囲気に流されて、 いいかなーってなって、あなたと肉体関係を結ぶ。今よりも深い関係になるっていうことを選ぶんですね。だから、我々男性はあなたも含めて、女性を上手にそういうふうに誘導してあげるという技術が重要というか、あなたが本当に理想的な、男性として理想的な結果、人生を手に入れるためには、もう本当に基本的な、すごく大事な考え方になるんですね。まあ、こういったコミュニケーションを、まあ、 コミュニケーションだからいろんな場面があるじゃないですか。相手とかその瞬間とかその場面ですよね。今回だったら、えっ、ー、と、例えばお茶に連れ出しますとか、じゃあ部屋にあげてクロージングしますとかね。まあ、そういう場面によっていろいろ変わってくるんだけども、基本的には一つの思考を持っていると、もうあらゆる場面に応用することができます。えー、なので、まあ、そういったたった一つのね、大事な応用できる考え方というものを、 お渡ししますので今だけ期間限定で、えー、そういったものをお渡しする用意がありますのでぜひご登録ください。